はいどうも影です。ドラフトのみでペナントセースやっていきたいと思います。今2年目のシーズンが、開幕するところですね。開幕戦とりあえず見ていきたいと思います。今俺初めてね音声を聞きながらイヤホンで聞きながらペナントやってるんだけど、結構この BGM いいね。前回で一回も聞いてなかったけどね、疲労度がやばすぎる。先発は横須賀くんでいいのかな。ケタニにする。絶好調だし横須賀使うか。今後エースになっていく人といえば俺はこいつだと思うんだよね。千葉くんが今後のエースになってくると思うんですけど、まあ横須賀がやりたがってるし横須賀やらそうか。まあまあこれでとりあえず開幕戦は1試合ぐらい勝ちたいんで、開幕戦勝てなかったらマジで1試合勝てないんで開幕戦勝ちたいと思います。頼む開幕戦勝ってくれ。マジで頼みます。ドラフトチューズ、このチューズっていうのは選ぶっていう意味ですね。確かチョイスも選ぶだっけ。チューズ、まあどっちでもよかったけど、チューズの方がやっぱりなんちゃらずってつくじゃん、あのチームって、野球チームって。だからドラゴンズとかカープはついてないけど、ちょユニフォームなんかちょっとエンゼルスっぽいな。ちょっと大谷意識してるかもしれない俺が。センター森、あー初回炎上、初手炎上、三振儀比、あーツーアウト取ったのにね、もったいねえな。ツーアウト取ったのにセンター森はやめた方がいいんじゃないか。秋山がいなくなったからか。1点取ったいきなり、あーでももう無理だ。もう中継ぎ出てきた。千葉が投げてる、いきなり開幕戦千葉くんがいきなり投げてる。惜しかった。でも5対7か、惜しいな。これ勝てる、マジ勝てるな。これ勝てる可能性あるわ。勝てる可能性があるんで、シーズン終了まで飛ばして、果たして何人怪我してるか見ていこうか。みんなで何人怪我してる。あーいきなり怪我しました。ドラフト終了、ドラフトじゃないわ、ペナント終了後に何人怪我してるかちょっとみんなで予想していこう。俺の差はね5人ぐらい怪我してると思います。5人は怪我してないね、4人だな、4人怪我してると思う。じゃあシーズン終了までいきたいと思います。よし、シーズン終了までいきました。96.5 ゲーム差、1勝初めてしたのか、初勝利はうちはしているんでしょうか。違う全然違うとか、初勝利してるのか、果たしてどうぞ。 OK、 3勝してる、勝った、勝ち申した、これは勝った勝った、よしよしよっしゃ。で怪我人は何人ですか。まず怪我人から見ていこうか。怪我人がいない。淵釜461イニングって何それ。先発はちゃんと守られてるんだ、その分中継ぎが死んでる。あでも新井は何もついてない。淵釜はちょっといっぱいついちゃったけど、淵釜ちょっと期待の姿勢を育てたかったのにこんだけついちゃったか。これはもう無理だな、もう無理だお前は、もう淵釜もうお前はもう無理だ。でも先発は軽い、そんな悪いのついてないね。中継ぎに置こう、みんな中継ぎに置いて酷使しようと。143登板、あでも普通に90登板とかしてるわ。一番下なくて83登板だ、ひでえやこれや、こりゃひでえや。おお3割3分5厘、7本64だって、どういうことこれ。嘘だろこいつ、待って、え3割2分3厘、えうんあへおんえカツラギ、えめっちゃ上がってるじゃん、えちょっと待って、ええちょっと待って、こんな行くものなの、えちょっとえんちょっと困惑し、打ちすぎて困惑してるんだが、こんな打つのこいつら。3割3分7本ってめっちゃすごくね、こいつも3割3分2分3厘めっちゃ打つじゃん。すげえ、これは勝ち、これはいける、これはいける、いける、瀬戸が強すぎる。とりあえずみんな能力判明したんで見ていきましょう。横須賀さん、花田、大曽根、池谷、千葉、新井、金属疲労がすごくなってるの。違う、こいつらは死ぬだろ、こいつら、これ死ぬんじゃないか、こいつらは。野手、瀬戸が強えな。葛城のミートが E から C に上がってる、絶対早熟だろ、これ。確実な早熟だ。こっちまで弾道に、瀬戸弾道さん、3割3分5厘7本ってすごいな。あと、なぜか、こいつのミートがクソほど上がってるんだが、どういう仕様だ、それ。まあまあまあ、いいでしょう。ミートがクソ上がったけど、いいでしょう。なんでこんな上がったのかは謎です。アイテムかな、これかな、スタミナ3アップ。あ、これか。多分なんかアイテムめっちゃ取れたんだ。なんでこんなアイテム取れたんだろう。まあ、自動仕様にしてるんで、いまいち分かんないですね。なんで上がったのかが。カツラギのミートを使ってるから、このアイテムをどうやって取ったんだろう。
なんかあるはず。何回やったからアイテム取れたんでしょう。こいつじゃない、いいか。初安打、初二塁打でミート級。あ、通算30本安打、通算60本、通算100本安打でミート10に上がるんだ。へえ、あ、そういうのをクリアしていったのか。まあ、潜在能力ってこれ人によって違うのかな、全然。人によって多分違うんだろうね。持ち丸はまだ達成してない。こいつが、あ、通算30、通算100安打達成したから、こんだけ上がったんだ。へえ。通算 100安打でミート8でしょ。いいわ、通算100安打でミート10。あ、やっぱ人によって違うんだ、個体値があるんだ。ポケモンみたいなもんか。へー、あ、そういうのも気にしてやっていくんか。ほう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 、そういうことね。だからめっちゃ伸びたんだ。へえ、面白いな。ドラフト伸びも結構面白いね。そして新人王セット、そら3割2分5に打ってるしね。柳田すげえな。ソフトバンク、お、最初中継ぎ。あ、最初中継ぎ。あ、だが首にするけどね。続ける。いや、青はまだ首にできないな。とりあえず中継ぎで頑張ってもらおう。中継ぎで投げてもらわないといけないんで、野手は首にします。投手はまだちょっと必要なんでね。プレイングマネージャー変えるか。使うところまで金がねえ。全員最低年俸にして引退させよう。引退で監督選にしてもらうか。いや、まあ、とりあえず年俸は調整しておきますわ。ちょっと窃盗に9700万払う金はうちにはねえ。6000万で我慢してくれ。1500から6000万でもだいぶ上がってるからな。もうここら辺はこんな感じです。でピッチャーは一律500万にしました。年俸はマジで6000万でかいな。これ痛いな。どうしようか。年俸下げるか。でも6000万やっぱり、あそうだ、ドラフトしか取れないし、 FA の引き止めもなしでいきます。ありにしようかな。 FA 引き止めどうする。まあでも前もなしでやってるから、やっぱドラフトのみって言ってるんだし、なしでいこう。FA する選手は勝手にしろ。去るものは追わない。ドラフトでいい選手を取るんでね。よし、第2回ドラフト行こう。どうする？野手取る？うわ、すげえこいつ。野手か、まず。おー、このキャッチャーに近沢。近沢、前キャッチャーからショートにコンバットさせた人。坂上じゃない？これは。これはどう見ても坂上なんじゃないか。キャッチャーは寺澤か近沢ってどっちでもいいから、そうなると坂上を取るのが一番な気がするが、どう思いますか皆さんは。近沢でもキャッチャー取りたいな。大学ナンバーワンキャッチャー、まあ、キャッチャーはどっちでもいいや。キャッチャー2人いるから、でも坂上取ったら外野全部埋まんのか。そうなると先キャッチャーか。近沢か。でも1億か、高えな。坂上じゃないか、それなら。俺は坂上な気がする。俺は坂上な気がする。坂上にしよう。坂上にします。坂上かもしれない。単独来い。 OK、 単独来た。お、近、え、近沢残ってる。あ、テラサ取られたか。近沢取るか。取るか。取ります。よっしゃ、来た。金がなくなったけど、ここで投手をどうか。堀之内抑えとして使うか。東郷とかどうなんだろう。良さそうだな。ミートは結構上げれるっていうのは記事だから、ミートがあんま高くない選手でも取っても使えるんじゃないかという説はあるんだが、ショート守備が結構いい。取ろうかな。通算100安打だったら C ぐらいまで上がるでしょミートは。とりあえずそうなると塩谷後で取ろう。残ってたら、あとはピッチャーですね。中継ぎ陣が全然いないんだな。そういえばうちは、あ、大友2球種が欲しい。最低でも2球種2がある。大友だな。取りま、大友取ろう。堀の内取る。5000万ちょっと高いな。東郷でいいや。あ、あ、塩谷まだ残ってる。取って、ここから投手。投手は何人でもいいからな。中継ぎできるやつ。
中継ぎはうち足りないから。あーこいつどうだ、スライダーしかないのか。そうやったら藤沼だな。白川、岸野行こうか。岸野行きの白川か。あ、ヒロジンいいじゃん。ヒロジン、あーどうしようかな。まあ、とりあえず 数合わせで取るみたいな感じだしね、今の段階は。とりあえず数がいないといけない。深田行こう。とりあえず投手の数が必要。今は取り間数質より量。榊取ろう。おっとおっとおっと、そしたら2年連続10人取った。これちょっと記録じゃないか。ドラフトの日本歴代記録、2年連続10人取るっていう。あ、イケメン今いたな、1人。じゃあ選手紹介していきましょう。今年取った、坂上、大学ナンバーワン外野手、チームトップクラスの足を持つ新人外野手、その下から北九州のスラッガーと呼ばれている。おお、足は確定か。 DCB、 おお、まあ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 じゃない、悪いところもないし。ドラに近沢、大学ナンバーワンキャッチャー、キャッチャー D 欲しい、キャッチャー D 欲しい、マジでキャッチャーいいかよ。徳能が走塁、走塁 F は別に、対左 F か、きついな、ちょっと対左 F は併殺持ってる。しかも基礎能力はどうだった。 DCD、 まあ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 、まあ、評判通り。大友、おっ、タイピン GP 持ってるじゃん、いいね、いい中継ぎです。そして東郷、高卒の甲子園優勝ピッチャー、まあ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 いいんじゃないの。パームとシンカーが投げる、すごいな、お前変化球で。塩谷、ミートがゴミすぎる、ミートがゴミすぎる。 G6 ってでも弾道が高いで、藤沼、社会人の即戦力中継ぎ、まあ使い捨てみたいな感じかな。岸野、東海のドクター系、左投手、緩急とフォーク、緩急ないでしょ、フォークとストレートだけだったら。ヒロジン中継ぎ、ヒロジンなのかな、本当にヒロ神だった。深田、球が軽い、榊、ファーボールを出す。結局坂上なのかな、坂上ね、坂上、近沢、これ塩やかな、塩谷ね、あとは広上、岸の、まあまあ、あとは名前読みます。まあこんな感じですね、今回のドラフト選手は。もちろんゆっくり見たい人はどっかで動画を止めてみてください。お、菅野、まあそれは却下されるよね、菅野メジャー。あ、コウスケがメジャーだ。あ、エマルテストメジャーだ。3割1分9厘、32本99だった。 FA 交渉、ギータ3割8分5厘、45本145打点、29打点、7億2000万。今宮が C ランク、これ争奪戦だろ。 C ランクは今宮、 C ランクは基本的争奪戦になるでしょ。なんであんま争奪戦になってないの。もっと全球団上げてもいいでしょ。梶谷、角中、1300万、1億3000万で A ランク、1億6000万で C ランク、大正義ソフトバンク、ソフトバンクすごすぎ。あ、中田翔が楽天行ってる、そして FA してる1年で。あ、上本も FA してる、それは FA するな。6700万で B ランク、1億6000万で C ランク。阪神も結構年俸抑えてんのかな。三つを、ギータがヤクルト行った、ラッキー。これで中日逆退か、中日じゃないわ、ソフトバンク弱体か。ロッテが補強しやがった、上本と松山を。自由契約選手採用、新井さんが自由契約なんて3割4分1に打ってんじゃん。阿部、ウルフ、エルドレッド2割9分8に16本、サファテー 0.39、 なぜクビになる、5億から1億5000万、これめっちゃお得じゃん。どこ飛んだろう、サファテは。メッセがまたクビになってる、オリックスで。阪神からクビになってオリックスってありえそうだし、
なんでクビなんだ。ジョンソンもクビになってるし、あの 5.13 か、残党だな。なんでお前年俸上げてくんだ。お前2億5000か、なんでメッセージャー見られないの。4100万で12勝すんだぞこいつ。なんだこいつは。待てよ、誰なら待てよ。あ、宮西組になってる。絶対使えるじゃん、宮西とか。田中、兄弟田中かな。違うわ、兄弟田中はもういないのか、このパワープロ。あ、沢村、ボルシンガー、マジ石川みたいだな。藤岡が、モイネロ、どこも取らずメッセ、メッセはどこも取らず。なんでメッセはどこも取らないんだ。海外留学、コリア行ける。でも今回コリア微妙な気するんだよね。でもアフリカ行く金もない、もったいないな、アフリカ行く金がねえ。誰を行かせるか、ここで俺瀬戸行かせる説はあると思うよ。瀬戸は行ってもいい気がする。やめとこう、ピッチャーにしようかな。ピッチャーでも行かせる人がいないんだよな。そうなると近沢でない？あ、でも赤徳が多すぎるな。坂上だな、坂上、坂上だっけ、坂上、坂上と瀬戸でもいいかもしれないな。どうしよう、瀬戸行かせようかな。カツラギかな、カツラギにするか、カツラギ行かせよう。坂上とカツラギで野手2人を行かせます。変化球、コントロールも買おうか、パワーも買おう。オッケー、ちょっとアイテムを買ってしまった。金が今後なくなってくるから気をつけないといけない。あー、練習機材な。今回 BGM 結構いいな。やっと何回ペナントやったやつと BGM を聞いてるんだけど。よっしゃ、みんな変化球覚えてくれる。今年はマジで野手がゴミだからな。マジでピッチャーで頑張ってもらうしかない。ピッチャーで頑張ってもらうって、うちのチームでピッチャー頑張ってまで頑張れないでしょ。全員頑張れんのかお前ら。横須賀スタミナあげようか。岸野さん覚えてくれてありがとう。榊も覚えてくれてありがとう。投手はこれで2軍に1人置けるな。こうなると回してる、こうなるとローテーションで回していけるんで、だいぶうちは強くなると思うよ。ここら辺のとりあえずアワも使い捨てる。アワ使い捨てる、アワ使い捨てます。抑えなのかお前。お前でも中継ぎとしてフル回転してもらうからな。配線処理、ビハインド、配線処理、関東、スタゲンにしよう。スタゲン、みんなスタゲンで配線処理でいこう。キャッチャーどっち使った方がいいんだろう。キャッチャーいいだからな。でもキャッチャーいいよ、外すためにキャッチャーとして使おうか。2番、1、2、3、4、これでいこう。これで今シーズンは戦っていきます。でも留学生が言うて65日で帰ってくるんで、結構すぐ帰ってきます。3月の時点で65っていうか、5月初旬ぐらいに帰ってくるんで、まあ全然大丈夫でしょう。今回結構ね、早いよね、やっぱ留学帰ってくるの、前回と比べて。まあでも、留学は長い方がの成長して、短い方が成長しないみたいだから、できるだけ長く行ってほしいんだよね。もう1年間ぐらい行ってほしい。もう10年間ぐらい むしろ行ってくれたらね、めっちゃオールエスクなんて帰ってくるんじゃない？ 10 年間ぐらい留学してたら。それでもいいけどね。全然10年間ぐらいしてほしいわ。ボロ負けじゃねえか、22対0ってなんだ。しかも10安打打ってんのかよ。10安打打って0得点って。あ、下手ん打線だな、うちはもう。なんすか？ペナントレース開幕ですか。ああ、今年は夏のあれがあるのか、オリンピックあるのか。じゃあ今日はここで終わりたいと思います。それでは見てくださった皆さん、ありがとうございました。バイバイ。